新型コロナウイルスの感染拡大に関して加藤厚生労働大臣が安倍総理大臣に対しまん延の恐れが高いと報告しましたこれを受けて安倍総理は特別措置法に基づく政府対策本部の設置を指示しました。 条件を満たせば緊急事態宣言が可能になりますただ、政府高官は直ちに宣言をすることは考えていないと強調していてあくまで感染拡大に備えた措置だと説明しています条件を満たせば緊急事態宣言が可能になるということです。